リンデン殿、つかぬことをお聞きしたい。なんじゃ、ザフィア。いえ、やはり何でもありません。忘れてください。何やら深刻な顔をしておるの。しかも辛そうじゃ。よからぬものを心に溜め込んでおれたみた。わしへの気遣いなど無用じゃから、遠慮なく吐き出すがいい。30年ほど前、リンデン殿はすでにイルシオン兵でしたか？当然じゃ。わしはイルシオン国内の学園を卒業した後、すぐに王城兵に取り立ててもらったからの。ではイルシオン兵としてブロディアに侵攻したこともありますよね？そうじゃな。侵攻した土地のことは覚えていますか？例えば。やはり話はここまでにしましょう。今聞くことではありませんでした。ザフィア、失礼しました。どうかお気を悪くしないでください。さて、どうしたものかの。ザフィア、少しよいか。リンデン殿。30年ほど前、確かにわしはイルシオン兵じゃった。じゃがな、ブロディアの田舎の漁村に攻め入ったことはない。お調べになったのですね、私のことを。そうです。私の両親は30年ほど前、故郷の漁村でイルシオン兵に殺されました。今さら犯人を探す気などありませんでした。ですがリンデン殿はその頃すでにイルシオン兵となられていたので。気になるのは当然じゃ。あんたは何も悪くない。いえ、恥ずかしいことです。今は同じ側に立つものなのに。ザフィアよ、わしを憎みたければ憎んで構わん、殺したければ殺しても構わん。それであんたの気が楽になるのなら。リンデン殿、何をおっしゃるか。わしは本気じゃ。わしはあんたの両親に直接手はかけておらん。じゃがその時の戦には当然加わっておった。運命の歯車がほんの少し違っていたら、あんたの両親を手にかけたのはわしだったかもしれん。見ての通り、わしはもう老いぼれじゃ。あんたが救われるのなら喜んでこの身を差し出そう。そして気休めにもならんだろうが、謝罪させてくれ。本当に申し訳なかった。失礼します。ザフィア。よし、うまくさばけたね。見事な包丁さばきじゃな、ザフィア。リンデン殿、これほど大きな魚をこんな短時間でさばききってしまうとは驚きじゃ。大したことありません。漁村に生まれた子ならこれくらい普通にできますから。そうか。してザフィアよ、先日あんたに話したことなんじゃが。ちょうどよかったです、リンデン殿。さばいた魚をリンデン殿の魔法でじっくり焼いてはいただけないでしょうか？それは構わぬが。先日の話を気にしているのですね。ザフィアの両親が命を落とした戦にわしも加わっていたのは事実じゃ。だからあんたにはわしを恨む権利がある。いい加減にしないと怒りますよ、リンデン殿。なんじゃと？リンデン殿を恨むわけありません。憎むべきは戦です。個人を憎んだところで果てはない。恨みの矛先を間違うほど私は若くはありませんよ、ザフィア。余計な業まで背負わないでください。そんなことをされても私の心は安らぎませんから。そうじゃな、全くもって浅はかであった。すまぬ。いいえ、
リンデン殿のお気持ちは嬉しかったですから。では魚を焼くのをお願いします。焼き上がったらみんなに配りましょう。丹精込めて焼くとしよう。